はい、では戦った後はチームワークを今度は確かめ合う時間でございます。そうです、はい、次のコーナーはビジゲームコミュニケーション。チームワーク大丈夫か俺ら。大丈夫ここだよ、ヒロキ。これね、鈴村の台本だったんでチェックしてるから読んじゃった、はい、はい、すいません、この時間はですね、チームノーネームの結束を確認するコーナーにしようということでございます。ということでございます。はい、こちらに今箱が出てきました。この箱に入っている質問にですね、はい、3人同時に答えて、なるほど、答えが連続して3問揃ったら天の声が本当に友情を認めてやるというコーナーでございます。なるほど、はい、高飛車のコーナーですね。まあ、例えば赤とか出たら、うん、せーの、リンゴとかって言って3人会えば、おーみたいな。なるほどね、そういうことですね。だから警戒に時間いっぱいテンポよくバン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 行きましょう。3回連続ね。そう、3問連続じゃないとダメです。全部で3つじゃなくて3回連続で、うん、3回連続です、はい、よし、じゃあやらないとダメです。早速、はい、僕らにチームワークがあると今までの下りを見てきて思う？あ、思うんだ。思うんだ。優しいな、みんな優しいな、うん、これさ、言葉で言えばいいってこと？そうじゃない、そういうことだね。例えるわけですよね。じゃあやってみよう。じゃあやってみましょう、はい、まず一つ目、ででん、なになに、ヨーロッパの国といえば、もうベタに行くよ俺。よ、俺もベタに行くよ。せーの、フランス。よっしゃ、おいきなり来た。すげえ、俺たち結束いい。もう誰もいねえ、誰もいねえ。わ、いきなり来ました。ちょっと面白いなこれ。よし、ごめんね、お願いします。どんどんやろうぜ。どんどんやろうぜ。どんどんやろうぜ。よし、次行こう。次、これ面白いぞ。次次次、はい、次。名前がカタカナのタレントといえば、あー、わかんない。あ、今全然思い、あ、わかった。せーの、ジャガルクルの高さ。全然違うよ。え、何なんすか。リアディゾン。リアディゾン。チャック・ウィルソン。ガダルカナル高さ。時代が全然違う。お前ら昭和すぎるよ。全然違う。いや、次行こう。次もう次だから。リアディゾンね。まだ次も1回目なんでしょうか。1回目だよね。焼肉屋さんでまず頼むものといえば、はい、行こう。せーの、生ビール。ビールだろ。とりあえずビールだよ。そうだよ、若い俺レバ刺しの方が先なんだよ。なんでビールなんでだよ。あ、次行こう。ビール頼む決まってんじゃん。その後ビールや。だってなく、あい、秋といえば、せーの、サンマ。よし来た、よし来た、よし来た、よし来た。もうベタで行く、行っていいんだよ。ベタで行こう、ベタで行こう、どんどん行こう。よし、まあ1個ね、細かく折りすぎや。白い食べ物といえば、せーの、ご飯。よし、オッケー。リーチ、リーチ、リーチ、リーチや、あと1個や。よし、さあ来い。あ、難しい。冬といえば、全然わかんねえ。せーの、カボチャ。何何なんつった今。鍋。俺カボチャ。俺スキー。全然ダメや。カボチャ、ジナだろ。またリセット。ほんとだ、カボチャじゃねえな。カボチャはジナだけだよ。赤い花といえば、あ、これいけんの、これあれだよ。せーの、スイートピー。なんでだよ。お前、赤はスイートピーだろ。今までずっと昭和だったじゃんかよ。バカ野郎、赤といえば俺の中ではバラ以外ねえんだよ。なんでだよ。君のバラは紫だろ。赤で頼むよ。じゃあまた自治からです。目玉焼きにかけるものは、せーの、醤油。マヨネーズだよ。目玉焼きにソースはだってお好み焼き味になっちゃう。合うんだっつーの。そうだけど難しいなこれ。これは絶対いける。あ、これは大丈夫だよ。峰倉和也先生の作品といえば、せーの、ビズゲーマー。よし、オッケー。じゃあ一個ね。あ、もうやばい、少なくなってきてる。何、空に輝くものといえば、何これ、せーの、星よ。あれ、お前、輝く言ったら星やろ。星やな。そうだよ、もうきもお決まりのフレーズやんか、この辺。星やな、すまんな。ヒーローの歌でも大概星やろ、輝くのは。すまんな、すまんな、すまんかった今な。あ、難しい。 お酒のおつまみといえば、これ難しいよ。何酒、何酒、何酒、それぐらい絞っていい。あ、酒の種類。日本酒でいこう。日本酒ね。ちょっと難しくなったな、広いな。あ、広きは俺だって俺ずっとビールだもん。じゃあビールでいこう。ビールでいこう。お酒のビール。あ、ビールなら大丈夫。ビールのあれだろ、絶対。あれだな、体にもいいな。そう、よし、ビールのおつまみな。よし、バランス的にいいってことや。いや、あの、いこう、お酒のビールのおつまみといえば、せーの、枝豆。よし、枝豆体にいいんだって。あー、ドキドキした、ドキドキした。確かにあれってすごいね、理にかなったおつまみなんだよね。うわー、六本木といえば、なんだこれ。あれだろ、あれ、ほら。え、一個前のやつだよ、一個前のやつ。え、あ、あるなんて答えればいいんだ、それを。六本木といえば、それをなんて答えればいいんだ。
言うたらあかんよ。六本木といえば、行こう。あ、でも、すずが言った方向だ。あれに行こう、1個前のやつや。1個前に流行ったあれにしよう。え、流行った？ほら、今、最新はあっちやけど、そうじゃないやつあれやないかな。あ、そうや、ごめん、俺わかんねや。え、ごめん、俺その人しか知らないか。わ、その人？え、違うの？人？人？じゃあ、いや、行ってみっか。六本木、他の、え、六本木といえば、せーの。ネズミ戦隊。おぉ。え、ごめん、鈴が言ったさ、ヒルズ、ヒルズ、六本木ヒルズ。あ、そういうことか。今ミッドタウンが流行っとるけど。ほら、俺昭和だから六本木真珠って言っちゃったよ。でさ、流行る流行らねえだから、俺ネズミ先輩かと思ったんだ。もう次のギロッポン芸人がいるのかと思った。なるほどね、ヒルズ。なんで、全然ダメじゃん俺たち。惜しいとこまで行ったんだけどな。ていうか、壮絶に面白かったなこれ。俺たちだけいいね。いや、面白かった。面白かった。あ、よかった。もうでも危なかったぜ。あと1個しか残ってなかったからね。そうね。次、最後なんだったの。最後1個やって終わりにしようよ、これ。うん。これ揃ったら OK だって。じゃあ、これいこう。はい、いきます。日本人の主食といえば、せーの、ご飯。え、危ねえ、俺米って言っちゃったけど。はで、釣られて、ご飯って言っちゃった。 OK だ。 OK? OK! あ、よかったよかった。よし。いやもうすいません、今グズグズでした僕。はい、ということでね、これにてラジオゼロサム公開録音のコンテンツすべて終了でございます。皆さんいかがでしたか。どうでした。お楽しみいただけましたでしょうか。はい、すべさんいかがでしたか、ご感想の方。いや本当にね、いや本当楽しい時間を過ごせて、今日は本当に久々に生まれてよかったなって思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、そろそろお時間でございます。はい、ラジオゼロサム、この時間のお相手は高橋宏樹と鈴村健一と諏訪部純一でした。それでは皆さん、ラジオゼロサム、また会う日までゼロだ。